せーの、ちわ。今日は前に私たちが一緒に回った伊沢さんの、そうだね、新店舗に移転をしてきて、移転をしてきて、もちろん私は来たことあるんですけれども、サイチャンネルの皆さんは初めてなので、はい、タキちゃん、ちょっと今日はみんなと一緒にお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。滝先生です。はい、長崎でございます。今日はね、はい、滝ちゃんが入れている、日本に入れているデストレイという。前も紹介したよね。そう。今日も私たち着てるの。くるくるのさ、そう、ほら、覚えてないみんな。このデストレイのデザイナーさんが来日されて、そうなの。すごい可愛らしい方で。31歳、可愛かったね。そう、アートの勉強されて、それをこうね、ファッションに落とし込んで、なんかハットから始まったブランドなんだけど、見ていっぱい、そこも素敵なハットいっぱいあって、これもそうなの。そう、日本ではタキちゃん あの伊沢さんが取り扱ってる、はい、輸入元で。かわいいね。今日も全身デストレイで、ジュエリーからバッグから。シャンパンゴールドのこういう、わかる？ゴールドのこの刺繍が入って、エンブロイダリーが入っていて、でこのお花のモチーフとちょっと違うんだけれども、やっぱりゴールドの。大ぶりな、かわいいですね。似合ってるね、サーちゃん。このお花が今季のあれなのかな、シズネちゃんなのかな。なんかモチーフで、でまあ、さっきサーちゃんも言ってくれたけど、ジェラルディーヌはアートからインスピレーションを受けて、コンテンポラリーアートで、バッグもそうだけど、今回ね、お洋服もすごい増えて。ねえ、すごい増えてるよね。だってすごい似合ってるよ。パリのブランドなので、お昼も夜も楽しめるリゾートファッション的なことがね、すごい可愛いね。昼間も着れるっていうのが素敵。そうなんだよね。なんかどのシチュエーションでもマッチするっていうのがね。例えばさ、サイちゃんのこのトップスさ、下なんかデニムと合わせてもいいし、白いパンツとかで合わせてもいいし、逆にこのスカート上 T シャツとかドレスダウンしても、ドレスダウンしても可愛いね。そう、でこのミクロ、マイクロサイズのこのバッグ新作。かわいいね、これ。何入る？あんま入んないんじゃない？今日は色が入るか。うん、今日はだって、ハガー。さりげなくララミ。さりげなくララミ入れて、あとはリップクリームに、目薬。わかる、目薬重要だよね。乾燥が気になるからね。だけ入れて、本当はね、リップとか他にもルージュとか入れたいところではあるけど、今日はね、ヘアメイクさんいるから、でも意外と入るねって言って、まあ、ポーチ代わりに持つっていうのも、ね、うん、かもしれない。かわいい、ね、ちっちゃいとかも、ね、番組もかわいいですね。はなちゃん、あ、指輪も揃えないでしょ。あ、本当だ。この指輪どこのですかってすごい聞かれる。いつも聞かれる。これね、天然石聞いたから、まあこういう半奇跡って言うんですけど、こういうのはパワーストーンで、自然のものから、え、何百年何千年、ちょっとバカだか分かんないですけど、すごい太古の昔から、そのあったものが私たちのこのアクセサリーとして一緒に生きていくっていうことはすごいロマンティックじゃないですか。ねえ、かわいい帽子やっぱり。うん、似合うさ。ちゃんと選んだでしょ、この中でどれが一番似合うか。もうさ、これさ、ちゃんとさ、座ってきて。すみません。おいしいわ、さゆさん。いや、素敵。マイクロバッグいっぱいいろんなカラー出てるんだね。そうだよ、だから新作だからさ。いつぐらいでこれは、じゃあ、これだから、あ、2020の春夏。そうか、そう、だからサイシャ君が持ってくれてるこのミクロのはい、ユッタ、ユッタ5色。うん、で、これちなみにサイちゃんと同じファブリックのバッグ、これ。ああ、ほんとだ。こうワントーンでコーディネートしても可愛いし、サイちゃんが持ってくれてたのに、こういうふうに刺してもいいし、もっと差し色して、さえちゃんのお弁当とか、うん、何でも似合いますな。ありがとうございます。じゃあ全部、はい、お願いします。遠慮します。すぐ乗せられちゃう。マイク、イザベル・マラルの社長、ご近所さんがマイク。マイク、マイク、最後だよ。すいません、はじめまして。ディジコンビ。今、電話に入ります。トゥナイト、ユーハブ、ビッグパーティー。チャオ。チャオ。チャオ。あんなチュッチュする。入り口も素敵な、佇まいで。あるのがあの部屋だけど、ね、そうですね。綺麗。内装をいろいろその撮影
ブルで SDGs に基づいて寄り添ってやったから、それのいろんなマテリアルをアーティストのチームがいろいろやってくれて、それの集大成からアートピースなんですよ。なんかお金をかけてすごいきらびやかだったり洗練された空間を作ることは多分いろんなブランドもされてきてるけど、タキさんも新しい試みで壊していく過程に美しさを見出して、ね、サスティナブルな建築空間を作るっていうのをテーマに今回このお店をオープンされたから、うん、よくできました。できました完璧。お店を作ったりいろんなものを新しい綺麗ってことが全てじゃなくて、使えるものは全部大切に使わせてもらって、うん、あのかっこよく仕上げるっていうのはセンスとアイディアだからさ。あら、いいこと言ったでしょ。すごい、聞いた。センスのアイディアだよ。そうなの。空のこの部屋は何？あ、そうなんですよ。そうなんですよ。ここあの、イザなんで、居酒屋って名前にした。急に親しみやすさ出してきましたね。ここはね、あの、もともとその、借りていらっしゃったあのお店のやつをそのまま使わせていただいて、でイザだから居酒屋ってすごいバカな感じなんですけど、でもなんか、日本のほら、居酒屋のカルチャーって楽しくないな、そんなに近しくない人でも、なんかその場に居合わせた人がワイワイして、お疲れ様みたいなのって独特で可愛いじゃん。そういうのを不定期的に何かできたらいいかなと思って、今はまだイベントやってないからお客様がお買い物をしてる間に、例えばダーリンとか、うん、子供さんがここで待ってたりとか、うん、素敵な配慮だねそれね。どっか行こばやろうか。やってもいいんだけど、うん、できるかな私。できるわ。できるかな。できるわ。シェフ連れてきて。一周だぐらい。そう。なんかそれでその売り上げとかはなんかのなんかにできたらいいかなとか、わかる、ね。ハッピーで生まれたものはみんなに還元しようねっていうこのマインドがやっぱり。いや、そうしたいの。そういう寄付なのか、新しいデザイナーとかブランドのなんか発信源になれたら可愛いさ。もうなってるけどね。なってるかな。やっぱだってフランスのさ、そうそうたるブランドのさ人たちはさ、多岐指名で日本の輸入元になってくれって指名でパリに呼ばれるんだから。そして多岐がピックアップしたものを韓国の人たちとか中国の人たち見て、ウルトマンフォーズ思って思って思って、いや、でも本当だから。違う違う、お世辞とかなんて、すごい。私はいろんなブランドをさ、タキがピックアップして入れてきて、そのブランドのアジアでの成長を見てるから、やっぱすごいと思って。ただ酔っ払ってるだけじゃないタキって。できる酔っ払いになりた。すごい、できる酔っ払ってる。できる酔っ払ってる。お金とか責任とかってついてくるんだけど、まずはやっぱりデザイナーのことが好きで、その人たちも私を信頼してくれて、そっからじゃんって思って。だから日本のそのインフルエンサーの方とか、まあ、さえちゃんとかもね、あの芸能の人気者だけど、そこもなんかお金形じゃなくて、よくないよ、ハートから入って信頼し合って、何かあの日本の皆さんに、皆様に発信するってことが自分のできることかなと思って。逆境しかなくてですね逆境雑草もみたいな感じだから、分かんない。でもずっと考えてたことが正しかったんだなっていう、例えばチャリティーとかさえちゃんもすごいいっぱいやってるけど、うん、出会った時からさえちゃんも人知れずやってたし、私もあのずっと多分そういうことをちっちゃい規模ながらずっとやってきたっていうのは、あんまり他にはいらっしゃらなかったぐらいの時からやっていて、それは私にとっては自然なことで、偉くもなんともなくて、何の取り柄もない自分がね、こうやってお商売させてもらって今もこうやってあの経営し続けてるってことに対して何かできないかってことは、まあ、ずっと、ね、考えてきたことであって、でさえちゃんは私よりも、まあ、本当若いんで、まあ、ちょっと若いんだけど、まあやめて、いつからママだぞ、お姉ちゃん言ってたから、急にさ立ち位置変えちゃってさ逆に言うと生きやすくなったよねっていう、なんか別にナチュラルにやってたことが、確かにその時はもしかしたら時代とマッチしてなかったのか、でもまあ続けてたじゃん、ポリシー持って、うん、人から何も言われなくなったよねっていう、うん、なんかいろいろ誤解も受けたし、まあ、人と違ったこととか誰もやってないことをチャレンジしていくってことはすごく大変じゃん。でも多分気象的に私たちがすごく一番似てるとこは、そういう逆境に強いというか、誰も分かってくれないことこそ、あ、私がやんなきゃって思っちゃうところが
まあ、兄弟として似てる DNA かなって産んでないから産んでないからもうめっちゃお母さんから学ぶことはいっぱいあってさ切らずに全部使ってる、まあ、なんか別に誰に評価されたくてやってるわけじゃないっていう強い心を持って、何よりも自分がキラキラして楽しみながら活動してる姿がすごい美しくてかっこよかったんだよね、うん、でなんかそういう大人が、あ、いるんだ、そしてこんな風に見えるんだってことを私は出会った瞬間からタキちゃんからたくさん学ばせてもらったから、自分が思ってる人からあんまり理解してもらえないことだって自分が楽しくやっていけばこう見えるんだなって、何も恐れることないなって、私はそうありたいって思わせてくれて、遊び心を忘れないタキが好きよ私は。なんかやっぱりさ、こう固く真面目な方に行っちゃうがちだったりとか、まあ、それが悪いことではないんだよ。でも滝のいいところはそこになんかチャーミングというか遊び心、なんか遊ぶの好きじゃんだってさ、 それがみんなが楽しいことでみんなが関わりやすいことにしてるから、その立派なさを見せた建てられちゃうから入りにくいじゃん。でも滝ちゃんはそうさせないんだよ、こういうワンクッションを置いてくれたりとか、お買い物してるお母さんたちに置き去りにされたお父さんとか子供たちのことまで考えてたりとか、それもなんか作れちゃうのがすごいなって思うんですよね。たくさんお客様もいらっしゃるしね。こんにちは。接客。大チャンネルよろしくお願いします。こんなたくさん色あるんだ。あるよ。しかも大きいのとちっちゃいのもあるし。これもさっき言ったけどパワーストーンだからさ、うん、なんか自分がピピッときた石っていうのは、うん、多分今必要としてるってことだよね、うん、そうなのでこれがもし壊れたとしても身代わりになってくれるとか、うん、なんかそういうロマンティックじゃん、そういうの。でこれはステラ・マッカートニーだね、うん、綺麗、似合いそう。あ、たまにはそういうセクシーな服も着てる、着てる、そしてヌメロ、ヌメロ・ヒルムです。これすごいね、ハンターとのコラボ。そう、ね、そうだよ、これそう、ヌードとブラックのかわいいね、かわいい。あ、これバレンジのシューズとかね。こんなソール高いの今、こんな私そうだよね、滝しか入れないよね、日本にこれはい、そしてここ あ、お待たせしました。これがフェムテックという、あのご存知の方も多いと思いますが、フィメールって女性っていう言葉とテクノロジーを合わせた造語です。 あらゆる女性に起こる、問題を科学的に解決するっていうのがフェムテックで、これから本当に市場は熱く、まあ、既にも広がっているんですけれども、ここはね、今から本当に成熟していってほしいなっていう。私はいろいろピンクリボン、乳がんのことだったり、サバイバーの方だったり、いろんな女性応援、女性だけじゃないんですけれども、やってる中で、まあ、次はそういうこともなんかね、恥ずかしいこととか、うん、やらしいことじゃなく全然違う、必要なものだから、それをやっぱタキちゃんとかみたいにファッショナブルに穏やかに伝えていくっていう使命を持ってやってるんですよ、ね、そうだね、幸せになんか恋愛ができて、ね、妊娠した子供は産めるとか産まない人もいらっしゃってっていう中で、女性性を大切に守っていくっていう売り場なんですよ、うん、すごい楽しいことがいっぱいあるの、ここに。はい、ということで今日はイザの新店舗にお邪魔してタキちゃんにツアーをしていただきましたけれども、皆さんもね、ぜひちょっと遊びに東京に来た際には、あと近くの方は皆さんぜひ遊びにいらしてください。ありがとうございます。飛行機の色々